レイブン、あなたの帰還を歓迎します。皆さんこんにちは、ジャパンサイファイのパイルです。この動画ではアーマードコア6の新エンディング、サイは投げられたを解説考察していきます。すべてのネタバレが含まれますのでご注意を。この動画では次の内容を説明します。サイは投げられたのエンディングは何を意味するのか、エアの最後の言葉は何を意味するのか、オールマインドとは何か、その目的とは何か、そこには様々な傭兵の思惑が絡んでいました。先代レイブン、イグアス、ラスティ、すべてが複雑に絡み合っています。最終ミッションコーラルリリースでは何が起きていたのか、すべて説明していきます。もちろん私は3周を終了し、ゲーム内のアーカイブを隅々まで集めてきました。もちろんフロムゲーはすべてを語らないので、フロムの考察が必要ですが、隅々まで集めてきたアーカイブの実を中心に使って説明していきます。忙しい人のために結論だけ伝えましょう。オールマインドとはアイビスの火で失われたとある科学者の精神体。その目的は精神体でもある無数のコーラルを銀河中に拡散させ、最大の軍事指揮体を作り出し、いつでもどこにでも存在できる管理者のような存在になること。そしてオールマインドは無数のコーラルの中でも最も頂点に立つ最高位の存在になること、それが目的です。そしてアーマードコア6の物語は全てこのオールマインド計画だったというわけです。これを知ると様々なミッションの意味が変わって見えてきます。まずオールマインドの計画とサイは投げられたエンドの説明をする前に2つの前提を整理しましょう。1つ目はコーラルの設定、2つ目は1周目から3周目までのオールマインドの動きを整理する必要があります。まずはじめにコーラルとは何でしょうか。コーラルとは10の要素があり、新時代のエネルギー源、食料、ドラッグ、旧世代型強化人間を作るための素材、意志を持つ知的生命大群、意識共有ネットワーク、危険な火種、自己増殖する、機械に憑依し生計を超え拡散する能力を持つ、タイムスリップを起こすです。他にもコーラルは高密度化すると増殖速度が上昇したり集まる習性がある、コーラルには人の意識を保存することができる。この通りコーラルだけでも非常に奥深い要素があり、アーマードコア6にはなくてはならない大切な存在です。オールマインドの目的を説明するためにはこのコーラルの特性が大事になっていきます。次にゲーム内でオールマインドエンディング、コーラルリリースの重要な伏線となっている事実を整理していきます。最初に集会に関することです。621がレイブンのコードを入手した時、1周目でのオールマインドのセリフ、登録番号 RB23、 識別名レイブンによる認証を確認、安否不明状態を解除、ユーザー権限を復旧します、傭兵支援システムオールマインドへようこそ、レイブン、あなたの帰還を歓迎しますと、オールマインドはあくまでもただの傭兵支援機構として621に関わっています。次に2周目ではこの挨拶が、レイブン、あなたの帰還を、失礼、あなたの帰還を歓迎しさらなる活躍を期待しますに変化していました。この雑音の理由とこの経緯は一体何か、これは後で説明します。さらにアリーナにインテグレーションプログラムというものが新たに加わり、オールマインドのデータ収集に協力できるようになります。このインテグレーションプログラムには解析対象と統合対象に分類でき、解析対象は企業やルビコニアン、独立傭兵などの AC のデータを取り扱い、統合対象ではオールマインド製の AC、 マインドアルファ、マインドベータ、マインドガンマを取り扱っています。統合対象というのは解析対象の AC のデータをオールマインド製の AC に反映しています。また統合対象、解析対象の各 AC には3つほど重要なポイントがあります。1つ目はオールマインド製 AC、 マインドガンマ。オールマインド製 AC は企業やルビコン解放戦線などいろいろな AC の情報を集め参考にし、統合した AC を作成しています。その集大成というべきか、マインドガンマ並びにマインドシリーズの機体はコーラルを用いた強化人間、つまりは旧世代型強化人間との相性がいいと書いてあります。2つ目はルビコン技研製の ACエフェメラ。この AC 説明にはとても興味深い内容が記載されていて、人間とコーラルの生物的な類似性と書いており、コーラルに対する知見の幅を広げられる内容になっています。ここは非常に重要な伏線なので覚えておいてください。3つ目は独立傭兵の AC、 ナイトフォール。この AC は621が受け継いだレイブンという名の一つ前の持ち主の AC6 ではこのレイブン伝説的独立傭兵として扱われており、オールマインドとしても解析すべき対象であるということですね。しかしこのレイブンの機体、実はアリーナに登録されていないんです。ここにも理由があります。3周目では冒頭の挨拶は1周目と変わっていませんが、任務内容に大きな変化があります。ここからは伏線となる任務を解説します。まずボース第2交渉の偵察任務が強制監査部隊の排除に変化しています。その依頼主はルビコン解放戦線からケイトという謎の傭兵に。
ケイトはアリーナにすら情報はなく、オールマインドからも認知されていない存在ということがわかります。がケイトの登場機体はオールマインド製 AC のマインドアルファに登場していることから、オールマインドと何かしらの関係があることがわかります。この声がオールマインドと同じというのも大事な伏線。次に任務情報漏洩阻止です。この任務ではラットの基点に敵のハッキングデバイスが設置されていて、それを全て破壊した後に G5 イグアスが進行してきます。イグアスとの戦闘中に謎の所属不明機による襲撃を受けます。この所属不明機の使用していた暗号通信の内容を解読すると、621がリリース計画の危険因子であるということがわかります。エアからのアリーナ通信では、これまでのインテグレーションプログラムとは一線を画す秘匿データが追加されています。この秘匿データには3機の AC が登録されていて、スティールヘイズオルトス、HAL826、エコーです。任務、コーラル輸送阻止では、企業並びにルビコン解放戦線が所持するコーラルの輸送を阻止するために621を派遣しています。この時に、オールマインドはコーラルのことをエアと同じく同胞と呼んでおり、同胞の必要な犠牲と発言していました。任務集積コーラル到達では、バスキュラープラント付近にいる C 兵器を撃破後に、1周目2周目ではスネイルの策略にはまった621、3周目ではオールマインドの協力によりスネイルの策略と居場所を特定し排除依頼が来ます。621はスネイルの場所に到達し襲撃をしますが、ここでイグアスも参戦。しかし621はスネイル、イグアスともに倒し窮地を脱します。イグアスが621だけでなくスネイルも攻撃していなかったら危ないシーンでした。621が打剣ならイグアスは狂犬ですね。そしてリリース計画終盤になったところで、オールマインドは621のデータ抹消とともに身の安全を確保するために、ウォッチポイントアルファの震度1付近にて621を回収、休眠させます。オールマインドは621を周囲の情勢が落ち着くまで休眠させた後に、ザイレムの戦争にて覚醒させます。そしてバスキュラープラントに向かうザイレムを強制停止させることで、集積したコーラルを保護し、コーラルリリースを実行しようとしていました。見事ザイレムを強制停止することに成功したオールマインドは、最終的に621とエアを処分するために肉体を失ったイグアスの意思を憑依させた AC マインドガンマを派遣。しかし戦闘しているうちにイグアスの自我が強すぎた結果、オールマインドに反旗を翻し、半ば暴走となった形で謎のフィールドを形成し、エアとオールマインドの各 AC へのリンクが切断されてしまいます。その後イグアスは621に敗北し、オールマインドがコーラルリリースを実行することはできなくなり、代わりに621とエアがコーラルリリースを実行しました。ザヘレブに休眠状態の621を保管するとか危なすぎる。オールマインドの施設とかで保管しているかと思いました。次はヒントになるアーカイブを6つ見ていきましょう。1つ目、ラスティ最後の登場機、スティールヘイズオルトス。この AC の説明欄には、最後に計画の第一条件はアーキバスに整えてもらう必要があるとあります。2つ目、ハントラーが登場した AC HAL826。 この AC は621がルビコンの解放エンドに到達するときに見れるアーマードコア。この AC の説明欄には、あの男は第三条件を大幅に遅延させた、修正が必要だと、ハンドラーがオールマインドの計画を大いに狂わせている存在だということがわかります。3つ目、エフェメラフレームエコー。この AC はエアが操作することになる AC。 今までこの AC が登場したことはありませんでしたが、オールマインドのデータベースにはなぜか存在しています。この AC の説明欄では、マインドガンマの続きを探してみましたがとあり、ここにはないがどこかにマインドガンマの続きはあるというのを匂わせていますね。4つ目、永井教授の口述室。これにはコーラルは自己増殖する生体物質であり、その増殖速度は個体密度群の影響を受ける。例えば真空状態、これは密度を最大化する理論的環境の一つ。重要なのは密度効果による総変異の兆候を見逃さないことだ。変異波形発生の兆候もある。私にできるのは教え子に業を背負わせることだけだと書いてあり、コーラルリリースの条件やコーラル自体の脅威、アイビスの火を彷彿とさせる文言があります。5つ目、ドルマヤンの随走録。ルビコン解放戦線のドルマヤンは621と同じく交信が聞こえていた状態で、その交信相手はエアと同じく強制を望み、なおかつコーラルリリースというオールマインドの目的の一つをドルマヤンに語っています。6つ目、ルビコン技研製の武装 WLT-011-NGI-028 です。この武装の説明にはコーラルの軍知能という記載があり、コーラルには知能があるというのを示唆しています。さて、ここまで様々な伏線を整理してきましたが、ここからこれらが一体何を意味するのか考察していきましょう。コーラルとは何なのか、オールマインドの正体と目的は何なのか説明していきましょう。まず永井教授の口述筆記によると、コーラルは自己増殖する生体物質であり、その増殖速度は個体密度の影響を受けるとあります。さらに真空状態では密度効果によって総変異が起きる。
そしてそれは人間には制御できない破綻と記されています。さらに WLT-011 や NGI-028 の武装説明にはコーラルの軍知能という記述があります。そしてドルマヤンの随想録では、私の内側で彼女が囁く、技研都市の論文に共生の可能性を見つけてきたと、コーラルリリースが果たされた向こう側に行ける。ここから導き出される答えはこれです。オールマインドの正体は技研で論文を書いていたとある女性研究者です。仮に彼女の名前をオリジナルケイトとしましょう。そしてこの女性はアイビスの火で命を落とした。しかし人間の意識がコーラルに散逸して保存され、コーラルと一体となった時、このオリジナルケイトはある目的を思いついた。それはコーラルを使って平和な世界を作り出すこと。人類はコーラルを求めて戦争を繰り返す。そして人類はコーラルの正体も現実も知らずに、コーラルを食料や新時代のエネルギーとしてしか考えていない。しかし彼女はコーラルのある特徴に注目した。それは機械に憑依できること、そして人の意識を保存することができるということ。ルビコン調査技研でエフェメラが旧世代型 AC として開発されていたように、人間とコーラルには生物学的な類似性がある。つまりコーラルは生物であり、機械に憑依でき、そして意識を保存できる、肉体を失った精神を保存できる。それが永井教授の口述筆記5で語られた変異波形、主人公をサポートするエア、そしてオリジナルケイトも肉体を失いコーラルの一部となった精神体ということです。しかしオリジナルケイトには目的があった。コーラルは人の意思を保存し、そして軍知能化する。つまり全ての散らばったコーラルは集まれば一つの意識として機能する。もともとは別々の人間だった者たちも、コーラルの世界では一つの意識として様々な技術や知能、知識を集約することができる。そのコーラルの世界で頂点に立つことができるのは、コーラルを制御し最強の機械の体を持った存在になる必要があった。そのためには最強の腕前を持つパイロットを集め、お互いを殺し合わせ、その精神を吸収し最強の存在を作り出すプロジェクト、インテグレーションプログラムが必要だった。そしてオリジナルケイトは傭兵支援組織オールマインドを設立します。そしてオールマインドは独立傭兵レイブンに命令を下します。それはコーラルの存在を生涯企業に明かすこと。アイビスの火で失われたはずのコーラルは実は存在していた。その事実を明かされたアーキバスやベイラムはコーラルの真実を知らないままルビコンへ集いました。そこでオールマインドは多数の傭兵と企業を手にします。そう、彼らが潰し合えば強い傭兵が死ぬ。そして死んだ者の魂はコーラルに溶け込む。そしてオールマインドはそのコーラルを管理する存在になれば、死んだ強者の力が手に入るということです。その証拠にイグアスの最終決戦のセリフ、俺の中に大勢いるぜ、てめえらにやられた残りカスが、と発言しています。チャプター5のミッション失踪、そして集積コーラル到達で、主人公621は大量の傭兵を殺害します。オキーフ、スネイル、イグアス、その他もろもろ。それから死んだレイブの魂は全てこの機体オールマインドに取り込まれているのです。さらにこのオールマインド、機体表記が異常です。そう、パイロット名と機体名がないのです。なぜか人と機械が全て融合しているからです。このオールマインドという機体の中にはオリジナルケイトの魂、そして死んでいったあまたもの傭兵の知識、技術、精神、イグアスが溶け込んでいる。その中でも死んだばかりで自我の強いイグアスが表出しているということです。話を元に戻しましょう。オールマインドは傭兵の殺し合いを加速させるため惑星封鎖機構を制御下に置きました。もともと惑星封鎖機構は人類が AI によって統括され、惑星を封鎖するための組織です。通信記録ドーザーの雑談には、惑星封鎖なんちゃらでは人間が AI に使われているらしいぜと発言しています。ではこの AI を支配しているのは誰か。オールマインドです。コーラルの変異波形体となったオリジナルケイトやエアは機械に溶け込み、自在に操ることができる。惑星封鎖機構の AI を操ることなど造作もないでしょう。つまり惑星封鎖機構の兵士たちは知らず知らずのうちにオールマインドのために戦わされていたのです。ゲーム中、主人公はたびたび惑星封鎖機構の LC 機体、 HC 機体、エクドロモイに襲われていました。一体なぜなのか。それはオールマインドが裏で糸を引いているからです。オールマインドの目的は惑星封鎖機構の力を上回る強力なイレギュラーを探すということ。さらにボーズ第二交渉で登場したステルスの所属不明機体、これも同じくオールマインドの手先です。このステルス機体の名称はゴースト。第3週のチャプター5のミッションで、オールマインドがゴーストを潜入させたというセリフがあることから、この所属不明機体の主はオールマインドです。この所属不明機体のスラスターは青色、惑星封鎖機構の機体のスラスターも青色で、同じ技術が使われていることがわかります。実際惑星封鎖機構との戦いで企業と独立傭兵の中にひときわ強力な存在であるイレギュラー候補が見つかります。
それがアイスワーム撃破に関わった面々。つまりオールマインドの目的は最強の傭兵たちに殺し合ってもらい、その魂を最終的な器に集めるということ。そしてオリジナルケイドは集合させた魂と集まった技術知識すべてを管理する究極の存在になることを望んでいたと考えられます。その理由こそがインテグレーションプログラムです。インテグレーションプログラムの目的は明確です。それはオールマインドという精神体を入れる最強の器を作り出すこと。魂を入れるためには機械の器が必要。ではどのように魂と機械を接続するのか、これこそがオールマインド計画の一つでした。統合対象のマインドアルファなどに既存の機体の特徴をコピーして入れ込んで最強の機体を作る。これこそがオールマインドの目的です。しかしこの計画、穴がありました。それは人間、コーラル、機体、この統合が不完全だと弱い体しか作れないということです。第3週目に登場した謎の傭兵ケイト・マークソン、その声はオールマインドの首謀者たるオリジナルケイトと同じです。このケイト・マークソンはインテグレーションプログラムの産物です。しかし彼女の戦闘能力は非常に弱い。なぜか統合が不十分だからです。ミッションコーラル空輸阻止ではこのケイト・マークソンは非武装な雑魚空輸機を5機しか落とせない、それ以上は落とせないという雑魚っぷりを見せます。統合が不十分であればコーラの中でも頂点に立つことができない。しかし人間とコーラルと機体、この3つの存在が完全に融合を果たした時、コーラルは緑色に光る。ラスボスの機体オールマインドが緑の光を撒き散らすのはそれが原因でしょう。小島粒子オマージュを感じますね。そしてこれが完成した時、コーラルの軍知能全てを支配することができる。話をまとめると、オールマインドの計画は3つの段階があります。第1条件は惑星封鎖機構を操り、企業やルビコン解放戦線を戦わせ、イレギュラー候補を発見する。イレギュラーの候補は仙台レイブン、オキーフ、スルラ、ラスティ、主人公621。スルラがウォッチポイントのミッションでウォルターの計画を知っていたのはオールマインドが知らせたからです。第3週ではオールマインドにはハンドラーの権限を上書きして指令を出す管理権限が与えられています。そして第2条件とは究極の体の構築、これを満たすのはケイト・マークソンやイグアスです。マインド系列の機体に知識と技術を集約させ最強の体を作り出す。この体に精神とコーラルが溶け込むことで人間もコーラルも超越した存在になるということです。そして第3条件はコーラルリリース。コーラルリリースの話に入る前に注目しておきたいのは仙台レイブンのお話。皆さん、仙台レイブンがアリーナに登録されていないこと気づきましたか？なぜか、それは仙台レイブンはオールマインドを受け入れたからです。第3週目、主人公がオールマインドの指示を受けた時、主人公は記録が抹消されました。そう、それと同じように仙台レイブンはオールマインドから存在を消されたのです。お次はコーラルリリース。コーラルは集まると指数関数的に増殖し、密度効果によって総変異を起こすことが分かっています。これはどういうことか、つまりコーラルは時空間を超越し、銀河中、銀河の外にすら散らばれるということです。そしてコーラルは軍知能、つまり一つの意識を持っていながら複数の知能を持っている存在である。そのため全てがつながり、さらに全ての場所、全ての時間に存在できるようになるということです。ある一人の人間が全ての時間、全ての場所、そして過去の最強の存在の精神と技術を取り込むことができたら、それは最強の存在でしょう。全ての精神を経て滑る存在だからこそオールマインドなのです。軍知能の世界では最も強力な力と意識を持つ存在が頂点、それを目指したのがオールマインドです。しかしオールマインドは最後にミスを犯しました。それはイグアスを取り込んでしまったこと。オールマインドが本来取り込むべきだったのはレイブンという最強の存在、しかしイグアスという自我の強い存在を取り込んでしまったため、オールマインド計画は狂わされます。本来はレイブンとエアを取り込んでコーラルリリースのトリガーとし、コーラル軍知能の中でも頂点になろうとしていたオールマインドの計画は主人公に敗北することで失敗します。本来は指導者が存在する形でコーラルを宇宙にばらまく予定だったオールマインド、しかしオールマインドが存在しない状態でコーラルの軍知能はばらまかれてしまいました。どういうことか、そう、散らばったコーラルにはまとめる存在がいないのです。コーラルが人の精神を溶かした存在であるなら、その本質は人間。コーラルを滑るオールマインドなき今、元人だったコーラルは争い合う運命にある。コーラルリリースによって主人公の精神は同じくコーラルに溶け込み、機体との融合を果たした。主人公は強化人間であり、脳深部にコーラル管理デバイスを持っています。そして最後のエンディングシーン、エアがこう発言します。メインシステム、戦闘モード起動と。これはコーラルが争いを始めることを意味しています。本来はオールマインドが頂点に君臨し全てを操るはずだった。しかしそれが存在せず、今やコーラルはいつでもどこでも争いの火種になりうる危険な存在になった。例
戦いが始まるのはこれからだという意味で、エアはメインシステム、戦闘モードを起動と発言したのでしょう。そして、いつでもどこにでも入れるということは、主人公は時間を超越できるということ。だからこそ、2周目、3周目が存在するのです。コーラルが時空間を超えて干渉できる。オールマインドの発言に雑音が入ったり、オールマインドが主人公に敬意を示したりするのはそのせいです。ルビコンから来たばかりなのに、まるで計画の最終候補者に選ばれたかのような敬意を示すのはコーラルが時間を超えて干渉するからです。以上がサイは投げられたエンディングの説明です。アーカイブや劇中の発言をかき集めて作ったのですが、もちろん可能性はこれだけではないはず。皆さんはサイは投げられたエンディングはどう思いましたか？ぜひ感想や考察があれば教えてください。もし見落としているアーカイブや解説してほしい内容があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。個人的にはケイトの大きすぎるという発言がツボでした。過去作オマージュでしたね。このチャンネルではアーマードコアシリーズを含めた様々なサイエンスフィクションの解説考察を発信しています。もしよろしければ画面上の赤いチャンネル登録ボタンをポチッと押して、これから出てくるアーマードコア6の解説考察の最新情報を一緒に楽しみましょう。それでは奥深きサイエンスフィクションの世界で次回お会いしましょう。